リップを塗っています。こんばんは。皆様いかがお過ごしですか。私は元気に生きております。久々に配信見て感動で涙出る嬉しい、来てくれて嬉しいよ。アイラブハゼさん、ありがとう。ハゼさん、ありがとう。ペカリペカリ。ありがとう。にゃ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 。クマタンは今日も可愛いな。あ、岡田さんもアイラブユーありがとう。アイラブ岡田さん、ありがとう。ペカリペカリ。はい。久々に来れて私は幸せでありますぞよ。やったー。私も幸せでありますぞよ。こんばんは。暑さでダウンしてますって。暑いよね。夏。暑。夜ご飯を食べた。さっき魚をきれいに食べました。私魚さ食べるのうまいんよ。パスタを茹でております。え、いいな、私も炭水化物食べた。え、見て、こうしたら眉毛が見えちゃう。いいな、パスタ私も食べたいっす。私にも分けてくんろ。今日球技大会で優勝した。え、すごい、おめでとう。なんかさ、運動会とかさ、なんか小学校の時はさ、こう 赤白だったからさ、なんか割と勝てたけどさ、なんか中高になってからはさ組が多すぎてさ、なんか勝てないっていうね。ジョイドン楽しくて、ありがとう、見てくれてね。のんびり会でした。あ、うかてんもアイラブユー、ありがとう。アイラブうかてん、ありがとう。あ、ペコリペコリ、ありがとう。くーまたん、くーまたん。え、小学校の時4色だったの。私赤白だった。アイス食べちゃってもいいかな。食べな食べな。やっぱアイスは夏に食べるのが一番おいしいからね。いや、いつ食べてもおいしいけどさ、冬に食べたらもうなんか寒くて凍えちゃうぜ。遊びに来てありがとう。この前お話し会ありがとう、楽しかった。あー、ありがとう、こちらこそだよ。私も楽しかったまた会いたい。あ、なんか落ちた。また会いたいずら。こんばんは。ツイートできるか、できてるかな。不安になってきた。ツイートした気がするんだけど。私体育祭がクラス、体育、うちが体育クラスだったからぶち切りの優勝でした。そりゃそうや、そりゃそうやって感じ。あ、ツイートしてよかった。私もいつかな高1中3どっちか忘れちゃったけど、の体育祭の時にさ、
なんかうちのクラスにめっちゃバスケ部の子が固まってて、でなんかその種目の中にバスケがあったんだけど、もうバスケ部の子がさ、もう総出でバスケチームになったからさ、もうなんか強すぎてなんかやばかった。クマクマ、こんばんは。私ね、デスノート見始めたの。デスノート。私もいつかおちゃんに会いに来た。ぜひぜひ会いに来て。会いに来てほしいよ。多分明日ぐらいからお話し会の受付とかも始まるので、ぜひぜひご都合合う日があったら会いに来てほしいよ。体育委員長だったせいで挨拶と一発芸やらされた。一発芸やばい。私一発芸なんか持ちネタ欲しいな。持ちネタ欲しい。川名子さんのカバのカバンみたいな。自分水部だったか部活対抗リレーで女子の部活一緒に走って無双してました。すごい。確かに部活対抗リレーってさ、もうなんか偏りやばいね。そうアニメ見てるの今。そうデスノートのアニメ。今度初めてのお話書きます。本当に嬉しすぎる。お名前覚えとくね。嬉しい。待ってるね。いつ来てくれるのかな。ワク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 マ。嬉しい。めっちゃおもろい。めっちゃおもろいよデスノート。絶対会いに行くからね。ほんと待ってる待ってる待ってる。楽しみにしてる。嬉しすぎる。今お仕事終わったぞ。豪雨の中帰る。本当に今雨降ってる。今雨降ってんのか。気をつけて帰ってね。偉いよお仕事。今日も一日頑張って偉い。待って待って、まだ全然見てないから、ちょっと待って待って。今ねあのアニメのね12話13話12話ぐらいまで見たんだよね。今はなんかあのミサミサ出てきたよ。ミサミサミサちゃんみたいな。それでなんか第二のキラーが出てきたみたいになって、その第二のキラーが出てきたぞみたいになったところ。第二のキラーが出てきて、そのこちら側からなんかメッセージを出したら第二のキラーからお返事が来ましたみたいなところ。めっちゃ面白い。なんかああいうさ、でもなんか難しくて、難しいっていうか、なんかこう2倍速だと理解できない時があるから、基本倍速で見てるんだけど、ちょいちょい標準速度でね、見直していってる。そう倍速で見てます。でもなんかああいうさ心理戦みたいなさ話めっちゃ面白くて好きなんだけど、心理戦というかなんか続きが気になる。すごい面白い。ソータくん I love you ありがとう。 I love you I love ソータくんありがとう。ペカリペカリ、わーい。あ待って、チアちゃんすごい。アイス大量のアイスありがとう。チアちゃんわーペカリペカリありがとう。にゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃんにゃん
にゃんにゃんにゃん。ああ、いっちー、あーびっくり、あーいっちーありがとう、タワーびっくり、やばい、バニラアイスタワーだ、え嬉しい、久々に配信見れたわ、配信見れたわ、見れたわ、見れたわ、あジョジョ、ジョジョも見るね、いつか、ちょっととりあえずデスノート見てるからでもジョジョ見るよ、イッチのおすすめのジョジョ、ありがとう、えさっきジョイドンもさ、あの見てくれてたでしょ、え私がバニラアイスが好きって言ったからバニラアイスのクマさんのタワーにしてくれたのかな、たまたまかも、え違ったら嬉しい、えそうだったら嬉しい、えイッチありがとうさっきジョイドンのさツイートしてくれてるやつ見たよそう、あの帽子かぶ、帽子がさ後ろにさ熊野のさぬいぐるみがいたからさ、あの重なってさ、あの帽子かぶってるみたいになってさ、ハッピーハッピーって感じになってたね、あ確かに白だから白熊っぽい、かわいい、熊たんも喜んでおります、いっちーありがとう、くまありがとうね、いっちー、いつもモメントのコメントとかもありがとう、これからもずたずたよろしくまありがとう、また早く会えますように、ありがとう、マレーグマいるよ、エイエンもいるくまや、最近可愛いとしか言ってないので、あり、あ星ナトルです嬉しい、据えていてくれるのが嬉しいや、嬉しいだよ、私の画面がえなんかすごい止まるんだけど、なんで止まってる、大丈夫かな、なんかスマホボロくなってきたかも、もうさ多分さ2年半ぐらい使ってるんだよね大丈夫かな、治った、そう、もうこのスマホさもう2年半ぐらい使っててさ、いやもっと使ってるかな、だからどうしよう、買い替えた方がいいかな、これね、あの何使ってるの、あのね、あの iPhone13 かな、13 Pro だった気がする、13 Pro かな、くーま、でも母がさ、あのあれなんだよね、15 15って最新機種だよね、えそう、なんか写真をさいっぱい撮るからさ、なんかプロの方がいいのかなと思ってさなんかプロにしてみた、まだ買わなくていいか、まあね別にそんなあの不便してないんだけど、15プロガチいいっすよ、本当？あでもね、あのね、ああのね、キット青いのさ、キット青いのあの見て、餃子食べたくなってきた、キット青いのさ MV のあの最初レノンたちからさこう繋いでいってさ、早く行こうみんなで集まったらみたいなさところがさ、こう自撮り風になってるじゃないですか、あれね自撮り風っていうかね、もう自撮りなの、あの iPhone15 Pro かな、多分そう、多分15 Pro かな、15 Pro なんか、とりあえず15のやなんかで撮ったの、なのにめちゃくちゃ画質が良くて、なんかすごいいいカメラで撮ったみたいな、カメラマンさんのカメラで撮ったみたいな画質っていうか写りでさ、
そう、あれスマホで撮ったのよ。めっちゃすごくない？みんなね感動してた。メンバーみんな感動してたよ。15ってこんなに画質いいんだってね。カメラみたいって感動してたみんな。カメラかと思ってたね。でしょ、すごいすごいよ。餃子っていいですよね。ね、餃子食べたい。なんか最近全然食べてないかも。なんかさ、すごい中華料理食べたいな。なんかね、家の近くにね、近くでもないから、なんかあの安くてうまい、安くて早くてうまい最強の中華料理屋さんがある。くーまくーま、麻婆豆腐とチャーハン作れます。食べたい。チャーハンすごい食べたいな今。チャーハンってなんか無限に食べられる気がしない？この前オムライス作った。最高最高です。最高すぎ。オムライス私にも作って、私にも作ってよ。そんな吉野家みたいな、やっぱ安くて早くてうまい、最高です。福場の近くにもそういうのある。やっぱさ、どこの地域にもそういう愛されるお店はあるよね。町中華のオムライス食べた。わかる、わかるわかるわかる。私中華オムライスみたいなさ、なんて言ったらいいんだろう、あるよね。食べたいのめちゃくちゃ。杏仁豆腐おいしい、最高。杏仁豆腐なんだろうね、あの味。バーミヤン行きたいな。私さ、バーミヤンこの間初めて行ったんよ。そう、バーミヤンってなんかあんまり行ったことなくて、存在は知ってたんだけど、バーミヤンこの間さ、鬼滅とコラボしてたから、まだやってんのかな、ちょっと分かんないんだけど、鬼滅とコラボしてて、私伊之助が大好きなんですけど、伊之助とのコラボメニューやってるのがバーミヤンだったのね。一応バーミヤン行ったの。伊之助のコラボメニューももちろん食べて美味しかったんだけど、なんかいろいろ頼んで、なんか全部美味しかったの。しかもすごい安いし、安いのに量多くて、すごい美味しくて最高だった。くーまくーま、バーミヤン昨日行ったのみーちゃん、いいなぁ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 。中華で一番好きな料理決める。難しいって、難しいって、難しいって。難しい。なんていうの、五目そば的なさ、なんか麺のいっぱい、麺になんかこう野菜とか具材がこういっぱい入ってる麺、何あれ、あれ美味しい。そう、五目焼きそば、それかも。五目焼きそばそれかな。それって中華料理？ちょっとわかんないんだけど。美味しくない？てか麺類ってさ、なんであんな無限に食べれちゃうんだろう。私さ、ドン引きされたらさ、本当に悲しいんだけどさ、ちょっとドン引きしないで聞いてほしいんだけど、軽井沢のさ、なんだっけ、ハイウェイウォーカーさんのさ、軽井沢のやつ、この後さ行ったやつ時に、麺は飲み物定期。本当にそう、
なんか飲んじゃうんだよね。もうなんか口に入れた瞬間飲み込んでてやばいんだよね。え、そうそうそう、ニアジョイドライブでさ行ったさ、あの軽井沢のあのお土産をねいっぱい買ったんだけど、おー、なんか電動歯ブラシの音がすごいな。あのお蕎麦をね買ったの。あれ、この話したっけ。お蕎麦お土産か、なんか自分で勝手にお土産で買ったんだけど、4人前だったんだけどね、なんか1人前じゃちょっと足りないなと思って、あの2人前を母に茹でてもらって、まあ割と 大盛りだったんだけど、本当にね、なんか3分ぐらいで食べちゃったの、そのそば2人前を。あの母が茹でてくれて、できてから食べ始めて、なんか本当に3分から5分ぐらいでなくなっちゃって、と思って、だって彼にもこれ2人前だよねと思って、なんか本当に、ね、怖くなっちゃった。飲んでる、なんかすごい音楽が聞こえる。ちょっと待って、なんかすごいね、なんかロックオルシの替え歌が聞こえてくるから、ちょっと文句言ってきていいですか。ちょっとなんか本当に許せない。ちょっと静かにしてくんない。はあ、最悪。ちょっとなんかイライラしてきちゃった。マジでイライラしてきちゃった。本当にイライラしてきちゃった。そう、配信するってさ言ったのにさ、ありえないんだけど。マジでありえなくてやばい。なんかさ、この間さ、なんか兄がなんかの面接のやつを家でやるから静かにしてくれて頼まれて、本当に律儀にめちゃくちゃ静かにしたんだけど、なんかうるさくしてやればよかったわ。そう、しかもロックオール、ただのロックオールじゃなくて、多分なんかあのなんか巨人のなんか巨人の替え歌みたいなやつ、あれ違うかな。あ、そういうことか。今日私もさっきね試合見てた。ね、多分あれだね、阪神ファンなんだけどさ、巨人にさっき負けちゃったからね、イライラしてんのかな。そうそう、まとなりでさやってんの本当に許せないんだけど。なんかマジでイライラしてきた。なんでうちの兄は兄なんだろう。なんかもう本当になんかさ、本当に最悪。本当に早く、帰ってほしい。帰ってほしい。ちょっと配信終わったらちょっとあのブチギレ家族喧嘩始まるわ。一旦心を沈めよう。なんかさ、怒る、怒りはさ6秒でさあの静まりますみたいなさ都市伝説あるじゃないですか。あれさ絶対嘘だと思うんだけど。いや、私6秒経っても全然怒り静まんないんだけど。もう何秒経ったかな、もう1分ぐらい経ってるよね。あの怒りが燃え上がっていくばかりなんだが、
ね、絶対嘘なんだけど。今来ました、なぜ怒っているのですか。まずいね、じゃあうるさい、鼻かんでる、めっちゃうるさい、もう最悪最悪最悪、ほんと最悪、ほんとにうるさい。なんであんな風に鼻をかむの。わざとなんじゃない、わざとなのかも。なんかさ、目立ち下がりだからね。なんか切れてる切れてる、パパに怒られたんだ、パパに怒られて切れてる、パパに今母さんが配信してるからやめなさいって言われて、なんで鼻かむのもダメなのって切れてるわ鼻かむんだだけじゃなくて、六甲おろしの替え歌流してたからだよ もっと怒られるよもっと怒られるわちょっとなんかパパに怒られてなんか楽しくなってきたから怒り静まったわ。イエーイ。え、仲いいわけないじゃん、仲良くないよマジ、一言も口聞かないし、呼ぶとき呼ぶことないけど、呼ぶことないけど、どうしても呼ばなきゃいけない時があったら、あの、おいって呼ぶ、おいとか、なんか、お前、お前って呼ぶねえ、リコのお兄ちゃんと交換したいよ本当に。でも交換はかわいそうか、なんかうちの兄がリコん家に行ったら本当にかわいそうだから、リコのお兄ちゃんが2人になってうちに来てくれたらいいな。何タワーだろう、嬉しい、かわいい、なんかあのラブポーション31みたいなタワーで、かわいい、ありがとうさおちゃん、元気ですか。あおさんはとってもさおちゃんに会いたいよ。あ、今日誕生日、あれ今日誕生日だっけ、今日16、今日か、え、おめでとう、はあ、お誕生日おめでとう、わいやハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアサオちゃん、ハッピーバースデートゥーサオちゃん、おめでとう、おめでとうだよ。本当にね、私はいつもさおちゃんのね、ニコニコ笑顔に本当に癒されているしね、こうライブの時とかもこうさおちゃんを見つける瞬間とかがすごい幸せだったりね、さおちゃんとお話しできる時間が本当に幸せだったりね、さおちゃんが送ってくれるリップでいっぱい元気をもらったりね、もうなんかさおちゃんがさいてくれるからだなっていうことがいっぱいあってさ、
あとお手紙とかもさ、いつも本当にいっぱい送ってくれてありがとね。送ってくれたやつ全部ねちゃんと そこにね今あるんだけど、そこにね大事に取ってあるし、よく見返してます。本当にありがとね。さおちゃんがさ毎日頑張ってるから私も頑張れるよ。本当にいつもありがとう。バイこれからも、今年も今年1年も私がさおちゃんのことをたくさん笑顔にするねずっとずっと前からね一途に変わらず応援してくれて本当にありがとう。これからもさおちゃんに好きでいてもらえる私でいるようにいられるように頑張るね。これからもずっとそばにいてね。私もそばにいるよ。ありがとう。うわはーいありがとう。はい、こんばんは、こんばんは。ありがとう、大好きでそばにも、あ、嬉しい、涙、ありがとう。こっちのセリフや私も大好きだよありがとう。わーい、にゃにゃにゃ。くまたんはとっても可愛いくまさんだ。見て、なんかステッキあった、なんかのステッキ。こういうのあるとさすぐに買っちゃうんだよね。特にさ何に使うわけでもないのにさこういうなんか何に使うわけでもないのに可愛いもの見ると買っちゃう。魔法少女、3, 2, 1。あ、ムラさん、守りたいこの映画の、あー本当嬉しい、守ってね、イエーイありがとうムラさん。クマクマクマ魔法少女青さんってこと？イエス。あれ私、あ、ほら見て、一人二役、え、可愛すぎてやばい プリキュアすぎ。水色もあるの。もし寂しい悲しい時や折れそうな時にはそっと私たち思い出して、うわポッピングシャワーだ、うわー、あーエリーエリーありがとう。アイスポッピングシャワーみたいな可愛いの見て、ふーん、ありがとうエリン。あ、ウカテンもありがとう、めっちゃ可愛い、はい、可愛いですか、イエーありがとうウカテン。あ、わからちゃん、アイラブユー、ありがとう、アイラブユー、アイラブわからちゃん、ありがとう、イエーイこれ合ってんのかな、使い方、ステッキに使い方とかないか。葵ちゃんへのプレゼント、ヘッドドレスとかどうかなって思ってるんだけど、もうすでに持ってる。え、持ってない、持ってないし、てかヘッドドレスってさ、そんな何個あっても嬉しいものよえ、ヘッドドレスって何個あっても嬉しいよ。え、私ね、あのね、自分でね手作りしようとしてんのヘッドドレスえ、どう思う、なんかこの間調べたの、ヘッドドレス手作りとかって調べたら、なんか100均の道具でも100均で売ってるもので作れちゃいますみたいな動画見結構あって、なんか作りたいなって思ってんの。この夏、この夏作りたい。
この夏君と私は二人きり、ミックシュチューチュになろう寝ていった。 Crazy Crazy Yellow Smile。 あ、マサさん、なんかタコ、緑のタコ、なんかクマ、浮き輪のクマちゃん、ありがとう。マサさん、クマクマ。あ、坊さんもめっちゃ可愛い、ほんと可愛いでしょ。ありがとう坊さん、ありがとう。あ、ちあちゃんも守りたい、この笑顔で、うわ嬉しい、やったー。私も守るよ、ちあちゃんの笑顔守るよありがとう。この夏君と私は二人きり。あおさんって手先器用なの？あのね、小学校の時ね、手芸クラブに入ってた過去があるよ、実績がありますよでもそんな器用じゃないと思う。ミシンとかね、もう使えないと思うな。なんか一応ね、小学校の頃の方が器用だったの。もう今はねできない。それはとても期待だ。期待しないで。だって私がね、手芸クラブなんかってかめちゃくちゃ緩くて、あのすごい緩かったの。クラブ活動めちゃ少なかったし、すごい緩かったんだけど、そのもう何作ってもよかったの。自分の好きなものを本当に何作ってもよかったから、なんか手芸っぽいものなら。私はね、あの羊毛フェルトをやってたの羊毛フェルトなんてさ、あの手芸っちゃ手芸なのかもしれないけどさ、そんな手芸の域に入らないじゃん。私はほとんど羊毛フェルトをやってたから。羊毛フェルトってわかるかな、なんかこう綿をチクチク してるとなんか固まってくるんですよ、その綿が。それでなんか動物とか形を作るみたいな。それでさ、あのよくさ、あのちいかわとかの大失敗作がツイッターとか TikTok に流れてくると思うんだけど、こうこれになるはずが化け物を生んでしまいましたみたいなさ、見たことないかな見たことある、絶対見たことあると思うんだよ。ちいかわを作るはずがなんか化け物を生んでしまいましたみたいな、あの絶対みんな見たことあると思う。それが羊毛フェルトなの。そうだから結構ねむずいんだよね、あれ。こう可愛く形を作るの結構むずいんだけど、そうだからね。でもね、私ね、あのね、羊毛フェルト、あのね、なんかカエルさんとか作ってたんだけどね、ちょっと今ないわ。ちょっと待って、見て、これ一緒に寝てんの一緒に寝てるっていうかね、ベッドのとこに置いてんのこれ小学校の時作ったんだよほら、うさぎ、ポシェット、あ違う、こっちか、ポシェット下げてんの、ほらハートのポシェット下げてんの、可愛いでしょ。あ、なんだなんだそう、でもねこれしか作ってなかったからミシンは使えないけど、これ見て、ちゃんと尻尾もついてる。上手じゃない？私あのチーカーの化け物を生み出してるような、あのそんな感じではないよ。化け物を生み出しはしないぜ。あ、こんにちは。同じ手芸クラブとは思えない、全部ママにやってもらってた。でも私もさ、ずっとさ、これしかやってなかった。でもね、このうさちゃんよりね、もうちょっと大丈夫じゃない、あの何、もうちょっと上手に作れたカエルがいたんだけどカエルどっか行っちゃった。あのカエルどこ行ったんだろう。すごい上手に作れたんだけど、な、悔しい。ちょっと見したいのに、どこやったっけな、あれ、ここにあったんだろう。
え、名前ないな。確かにこのウサギ考えた名前ないわ。あなたのためには泣かない。ここだよ、見つけて。どうしよう、私のことをさ、あのさ、なんか見つけてほしくてどっかで泣いてたらどうしよう。待って、私は今ね、脳をフル回転させてね、どこにやったか思い出してる。でもさ、このうさちゃんと一緒に置いてたんだよね。一緒に置いてたんだよ。あれ、一緒に置いてたんだけどな。なんでだろう。でもママの方がね、100億倍器用だよ。見て。このうさちゃん。ちゃんと尻尾もついてる。これママが作った。これは羊毛フェルトじゃなくて、あのガチフェルト。かわいい。ぴょんぴょんぴょん。すごいよね。かわいい。ちょっと見て、顔がちゃんとあるな。かわいい。人参持ってる。かわいいずら。そうだってさ、なんかさ、あの小学校の時のさ、なんかランチマット、ランチマットだっけ、何、なんかの給食の時にさ引くやつとかさ、あの上履き袋とかさ、なんかそういう感じのやつさ、全部作ってもらってた。ランチョンマット、あれランチョンマット、なんかあったよね、あのさ給食の時にさ引くやつ。てかあれさ、今考えたらさ、別にトレーあるんだからさ、何のために引いてんのかよくわかんないんだけど、何のために引いてんのかよくわかんなかったけど、そう作ってもらってた。いや、私にさ、もしさ、あの子供ができたとてさ、あの私はさ、あのそんなの作れないよって感じなんだけど。くまくま、ちょっと待って、ギフト全然読んでなかった。あ、はやべんさんありがとう。はやべんさん、アイスだ何アイスだった、見つなかった、ごめんずら、ありがとう。はやべんさん、アイスいただきます。マグマグ、あれどこまで読んだっけ。マサさんのクマさんは読んだ気がするな。読んでない？読んだよね。もう本当に記憶力、なんか最近ね、なんかもうダメなんだよねって感じ。L ぐらい頭良くなりたいな。マジ頭の中デスノートで支配されてる。あ、ポッピングシャワーが来た。あ、神回さんだ、ありがとう。神回さん、ポッピングシャワーみたいな美味しそうなやつありがとう、いただきます。マグマグマグ。あ、クラゲちゃんもありがとう。クラゲちゃんもありがとう、星いっぱい。うわー、クラゲちゃんもありがとう。あ、読んだよね、ありがとう、教えてくれて。子供にアイドルさせる？なんか、いや、私自身がさ、もうまあなんか精神的にもう子供すぎてさ、誰か一人他の人間を育てるなんていう想像がつかなすぎる。
花嫁修行、花婿修行のために羊毛フェルト履修しますうん、あの化け物を生み出さないぐらいのレベルになってくれや。でもやっぱでも羊毛フェルトってさ、個性が出るのがさいいところじゃん。なんかやっぱ化け物でもなんかそれはそれで可愛い気がしてきた。だってさ、見本とはさ確かにさあまりにも異なるけれども、でもそれもさその人らしさだよね。可愛く見えてくるもんだよ。え、なになになに、え、あ、地震、全然わかんなかった。え、マジで、え、全然わかんなかった、やばいんだけどえ、本当に全然わかんなかったエルは世界を救うの？え、ちょっと待って待って、私待って待って待って、私あれだよ、ちょっと待って、リップ唇の色がなさすぎてやばいんだけど。あ、本当に大丈夫、みんな地震大丈夫ですか？ちょっと私は鈍すぎるのかちょっと全然分かんなかったんだけど、大丈夫、茨城か茨城にお住まいの方きっといるよね。大丈夫かな、心配や。なんか多いね、地震多いで。ねえ、全然気づかなかったで。なんだっけお箸って、え、なんだっけ、幼い、え、お幼い、走らない、喋らない、え、違う、え、合ってるじゃん、え、天才、合ってるじゃん。え、私もお箸もだった、それお箸もだったよ。え、待って、急になんか蘇ってきてやばいんだけど記憶が。え、私椅子の背中に防災頭巾つけてた。え、懐かしい、待って、なんか小学生の時の記憶が蘇ってきた。え、私のとこもお箸もだった。あ、待って、イカのお寿司とかもあった。何それなんだっけ、幼い、走らない、喋らない、戻らない。あ、お菓子もっていうのもあるんだ。避難訓練懐かしいね。え、やっぱ椅子の背もたれに防災頭巾つけてた。防災頭巾あるよ今でも。なんかね、そこのその辺にある、なんかほこりまみれになった防災頭巾置いてある。もう置いてあるってか、なんか落ちてる床に落ちてる、あのほこりまみれの防災頭巾がね、その辺の床に落ちてる今、部屋の。防災頭巾にさ、結局使ったことない。まあ使わないのが一番いいのか。避難訓練の時学校特有の合言葉なかった。え、何それ。え、なんかさ、大きな荷物がみたいな、大きな荷物が届きましたみたいなやつなんかさ、避難、なんか不審者が来た時はなんか大きな荷物が届きましたみたいなえ、知らない。え、そうだよね。そう、不審者が来たらなんか校内放送で大きな荷物が来ましたって流れる避難訓練をなんか何回もやったよ。え、逆になんていうの、
あ、カラスとかもね、確かに。え、だってさ、なんか大きな荷物ってなんか変じゃない？怪しくない？何って感じ、大きな荷物って何って感じじゃない？確かになんかカラスとかの方がさ、え、でもそんな校内放送が流れた時点でちょっとあれだよね。あ、アイスありがとう、アイス。あ、みゃお、みゃおこうちゃんアットキュルンさんありがとう、みゃおこうちゃん、ありがとう、みゃおこうちゃんキュルン、ありがとう、アイス。にゃ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 。あ、翔さんもありがとう。あの今のなんかなんだっけ、ラブポーション31みたいな可愛いやつ、翔さんありがとう、アイスいただきます、もぐもぐ。あ、カリカリ梅さんもありがとう、 I love you、 I love カリカリ梅さんありがとう。うまうま。今何時、10時26分だ。なんか本当にさ、最近話すことなくてやばいな。今からカラオケしたらやばいかな。ちっちゃい声で歌えばいいよね、ちっちゃい声で歌えばいいよね。ごめんなさい近隣住民の皆さん、ごめんなさい、ごめんなさい。お水いただきます。うまい。そうだよね、兄の方がよっぽどさ、うるさいからね。秋のツアー今から楽しみね、楽しみ、嬉しい、来てくれるのかな、嬉しい。8月に初めてオンライン話し会に参加するんでドキドキします。あ、嬉しい、嬉しすぎる。いついつ来てくれるのかな、何日、嬉しすぎる、大好き、よろしくお願いします。やー、やったー、私も大好きだよ、ありがとう。やだ、絶対歌いたくない、六甲おろし。仲悪いの、もうね、仲がいいとか仲が悪いとかね、そういう次元じゃない、あのもうね、もう関わりをね断ちたい。え、ちょっとさ、私スマホの充電がないかも、大丈夫かな。ぜひぜひリクエストあったらお願いします。ライト、何の曲だろう、あのイコノイジョイ、イコノイジョイと48さんと坂道さんが歌えるんだけど、その中でお願いします。いてててて、モーメンタリーあるかな、暗闇ディスコね、入ってないんだわ、気がするんだよね。あ、いててってて、にゃ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 、あ、モーメンタリー入ってるぜ。歌えるかな？え、歌えなかったら本当にごめん。乃木坂は葵ちゃんの声で聞きたい。え、歌えるよ。結構乃木坂さんは歌える曲ある気がする。ぜひぜひリクエストあったらお願いします。え、心にもないことをね、ちょっとサビ以外わかんないからもうやばい。ごめんなさい。ちょっと覚えてくる。ここにはないものは歌える気がする。ちょっと待ってね。でも、とりあえず、モーメンタリー。お願いします。
歌えるかな。好きだったあの景色飛び出して幻想の空、鳴き声はビル群にこだまして帰ってきた。メロディー不協和音、昨日より曇り空、それだけで泣けてくる。変わりゆく日々、報いじゃないよ。話すにできるの君だけだから、清いそよ風のために窓を開けて待つ。おかえり。後で会えた奇跡、このままでもめたり、カチッと音が聞こえて、これと私もめたり、当たり前の日常を彩って愛中、君が輝くその度に街はリズミカル、また隣にいてラビュー。抱きしめてくれた。会いたかった。ふわり香りがほのか君を思い出しました。ふために空が動く、もめたり、心の針動く音、繊細に奏で、君の支えになりたいよ。なれるかゆりに思ってるんだ。季節の移ろい気味で感じる、喜びも幸せも愛も全部全部君だ。思い響け。ありがとうって気持ちはこの旋律で届ける。風に乗せ運ぶから、君も窓を開けていて、やっと出会えた奇跡、このままでもめたり、カチッと音が聞こえて、君と私もめたり、当たり前の日常を彩って愛中、君が輝くその度に街はリズミカル、また隣にいてラビュー。ありがとうございます。難しかった、難しかったぜ。ありがとうございます。ぜひぜひ、まだまだリクエストがあったらお待ちしてます。あ、ようちゃん馬だって。ありがとう、ようちゃん嬉しい、ありがとう。あ、せっかだ、ブラボーだな。ありがとう、ブラボー、やったありがとう。デイブレイク、確かに歌いたい。でも入ってない気がするな。入ってないわ。ピエン。デイブレイク入ってない。
帰り道帰り道帰り道なんか多いな。トリガーここにはないもん。ヒロインと狼短く前の方が恋の人役チュアリブレイブレイク恋の人役君のとロマンティック行く駅え帰り道あるかな。帰り道は絶対あるか。好きだったこの場所確かに ここにはないものとか歌ったことないな。ちょっと帰り道歌ってここにはないもの歌ってみる。えでもここにはないもの歌えるかな、わかんないけどちょっとやってみるわ。お願いします。顔を上げて気づくように居心地いい日なってもいつの間にか影になって黄昏る。君と会って過ぎる時間忘れるくらい途中で話した僕の夢はここではないどこかへ。帰り道は帰り道は遠回りをしたくなるよ。どこ行けばどこに着くか過去の道な迷うことがないから弱虫新しい世界へ今行きたい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 強くなりたい。もうもう好きだったこの場所もう一歩目踏み出そう。街明かりが寂しくふと感じるのは見慣れた景色と違うから。いつもの高架線が見えなくなってどこにいるかわからない。人は誰も変わることに慣れていなくて昨日と同じように今日も明日もここにいたくなるんだ。知らない道知らない道あと何回歩けるだろう。夢の方へ愛の方へ風は道を選んだりはしないよ。このままワンウェイの標識でも行くんだ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 戻れなくても。悲しいけど大事な別れだ。もっともっと広い世界知らなきゃいけない。いつかきっと違う道を選んだり輝く未来のためと互いにわかるだろう。風のように風のように思うままに生きてみよう。過去がどんな眩しくても未来はもっと眩しいかもしれない。帰り道は帰り道は終わりをしたくなるよ。どこ行けばどこに着くか過去の道なら迷うことがないから。弱虫新しい世界へ今行きたい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 強くなりたい。もうもう好きだったこの場所もうもう大切な思い出
ありがとうございます。大好き帰り道、あのノグさんミラーボールありがとう、キラキラありがとう、嬉しい。あようちゃんまた馬ありがとう、馬嬉しい、ありがとう。優しいね、みんな優しいね。あのノグさんまたミラーボールお二つ、あいっぱいありがとう、ありがとう。あ、小春ちゃん虹ありがとう、あはは、虹、小春ちゃんありがとう、小春ちゃん、はい。ここにはないもの歌えるかな、ちょっとあのにゃ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 って感じじゃん、なんかにゃ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 って感じだから、カミ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 になっちゃったら一番で終わるかもしれないけど、お願いします。夜になって街の喧騒も闇に吸い込まれて、僕はやっとホッとして着ていた鎧を脱ぐ。それを大人たちに虚勢を張る姿じゃなくて、思い悩み背中を丸める無防備な自分と言って、何故にも具体的な不満なんて何にも思い当たらない。次の朝が来る前に予測変換の日々リセットできないか、昨日と同じ景色はもううんざりだ。本当の空の色もきっと僕はまだ知らない。さよなら言わなきゃ、ずっとこのままだ。微笑む瞳のその奥に、君は瞬きさえがましたが、涙を隠してる。寂しさよ語りかけるな、心が折れそうになる。人は誰もみんな孤独に弱い生き物だ。それでも一人で行くよ、まだ見ぬ世界の先へ。夢とか未来を僕にくれないか、ここにはないものを。ことも活気を覚えるか、だけどどこかに希望の風が吹いている気がして、開けたドアにわがままなクラクションが押し寄せる。誰かを当てにして生きていれば自分は安全で傷つかないと思っているの。この気持ちと思い、明日や結果を味わうこともいいだろう。だからその道が茨だと知りつつも、裸足で歩いて自由を見つけてみたくなった。ごめんね、これ出て行かせてくれ。後ろ髪を引かれたって、君に甘えたりはしないように、いつも前を向こう。悲しみを泣き出すなよ、強がりとバレてしまう。ジタバタしながら生きてくことは愚かだけど、いつの日かわかるのかな、この決心の答え合わせを。大切なその人を一度話したって、また会える日まで。ここわかんない、それぐらい高い。逃げて初めてわかる、そばにある幸せより遠くの幸せ。
小説家も君書いてくれたから、素敵なさよならを言える。大好き。あの斉藤飛鳥さんがさ、あの私の初めて好きになったアイドルさんなんだけど、もう可愛さに衝撃を受けて、可愛さなんかあのキラキラ感に衝撃を受けて、初めてアイドルというものの虜になったわけなんですけど、そんな斉藤飛鳥さんの卒業シングルなのでね、大好き。ではでは、まだ時間あるんで、あと2曲ぐらいかな。リクエストあったらお願いします。ちょっとお水飲もう。花は誰のもの？二つある。歌えない。ごめんずら。真夜中マメド。空白の花。大リリ。うん、三個夏の近道。アクチュアリ。ありがちな恋愛。夏祭り、確かに夏だから夏祭りとか行っちゃおうかな。なな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 な、来たー、お願いします。年下だって独占したい。夏まつい君に恋したい。白いワンピース暗くなる空に似たる花、少しだけいつもと違う切なさが僕に刺さった。世の中にみたいな、でも確実に笑っている。何もいらない。君
さぐ君に詰めてる。ここで二人きりになれたなら、僕のこの夏ギアをあげるのだろう。カッコつけてギャラリティを決めて、君もっとそっとつぶやく。うなずいて笑った君からの返事、待ってたって戸惑って君に恋したい。その表情に花火さえ霞んでしまった。みんなにはバレないように、少しだけ駆け落ちしよう。手握ればスタートする。ブレーキはない。恋が僕らを追い抜くとき、二人はきっと唇重ねる。僕に刺さった夢の中にいたいな。でも確実に目の前にいて笑っている。何もいらない、君だけがいいんだ。やばい、絶対さこの勢いでやるじゃん。わかんないけど、私たちまだ瀬戸利何も知らないかわかんないけど、やるじゃん絶対。わかんないけどね、わかんないけど。そしたらさ、振りまた思い出さなきゃいけないんだけどさ、私さ本当にさ覚えた振りすぐ忘れちゃうの。なんかギリさ手はどんなんか覚えてたんだけど、ちょっと本当にやばい、思い出せない。また一から全部覚えてなきゃいけない、本当にやばいって。なんかね、みんなね、なんかすごいんだよ。一回覚えた振りさ、なんかみんなさ忘れないからさ、やばいんですよ。なんか日本語おかしいな。あ、本当に覚えらんない。ありがとう。ちょっとあと1曲、ちょっと急ぎでやればいけるので、あと1曲なんかリクエストあったらお願いします。フラジール肌様ジュアルデイズ、世界に愛しかない、こんな通ジャムにしちゃって。あ、初恋さん、イコノイジョイとね、あの48さんと坂道さんしか歌えないの、ごめんね。そう、私もハロプロさん大好きだから歌いたいんだけど、そうに世界に愛しかない。どうしようどうしよう、なんか世界多くない、その気のせい。なんか世界が多い気がする。歌えるかな。にょ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 、それだけだ。今すぐ僕は君を探しに行こう。ノロノロ歌いたいよね。私も歌いたいの。それでこの間見たらまだ入ってなかった。でもノロノロ入ったら絶対歌うから、ちょっと待っててね。ではではお願いします。
え、ちょっとセリフ恥ずかしいんだけど。東京を駆け上がると夏の青い空がすぐそこにあった。絶対届かないって分かっているはずなのに、僕はつま先で立って思いっきり手を伸ばした。ただじっと眺め続けるなんてできやしない。この胸にあふれる君への思いがもどかしい。真っ白な入道雲が黙々と近づいて、どこかでセミたちが一斉に鳴いた。太陽が一瞬いるんだ気がした。複雑に見えるこの世界は単純な感情で動いている。最初に秘密を持ったのはいつだろう。大人みんな嘘が多すぎて忘れてる。通り抜ける風は僕に語りかける。もう少ししたら夕立が来る。世界には愛しかない、それだけだ。今すぐ僕は君を探しに行こう。誰に会うと言いさ自分濡れになりながら街を走った。夕立も予測できない未来も嫌いじゃない。最後に大人に逆らったのはいつだろう。諦めること強要されたあの日だったか。アスファルトの上で雨が口ごたえしてる。差がなくたって走りたい日もある。未来には愛しかない、晴れるな。悲しみなんてその時の空模様、涙に色が瞬間。何か問い戻したように、僕らの上空に虹がかかった。世界には愛しかない、それだけだ。今すぐ僕は君を探しに行こう。誰に会う愛されても変えられない、それが僕のアイデンティティ。全力で走ったせいで息がまだ弾んでた。自分の気持ちに正直になるってすがすがしい。僕は信じてる。世界には愛しかないんだ。めっちゃいい曲、大好き、世界大好き。あ、はい、あ
ありがとう。ちょっとお水飲んでいいですか。ありがとう。うまい。うまい。全然ギフトを読んだ。あ、ごめん消えちゃった。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。読んでなかったら消えてしまいました。申し訳ない。そう、煉獄さんよ。ね、てかさ、今日のさ、これさ見て、これさ見て見て、クマなの。クマかわいいでしょ。チラピケのクマさん、母が買ってくれました。かわいい。ててかわいいでしょ。ではでは、そろそろランキングを読んで終わりにしたいと思います。はい、では10歳から。10歳、はやべんさん、ありがとう。はやべんさん、ありがとう。そして12位がカリカリ梅さん、ありがとう。カリカリ梅さん、ありがとう。そして11位がせっかさん、ありがとう。せっかさん、ありがとう。そして10位がショウさん、ありがとう。ショウ from 北海道さん、ありがとう。そして9位がおかゆさん、ありがとう。おかゆさん、ありがとう。そして8位がマサさん、ありがとう。マサさん、ありがとう。そして7位が神会さん、ありがとう。神会さん、ありがとう。そして6位が村さん、ありがとう。村さん、ありがとう。そして5位がちあちゃん、ありがとう。ちあちゃん、ありがとう。そして4位がののぐさん、ありがとう。ののぐさん、ありがとう。そして3位がうかてん、ありがとう。うかてん、ありがとう。そして2位がようちゃん、ありがとう。ようちゃん、ありがとう。そして1位がドララ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 ラダン、イッチです。ありがとう。イッチ、ありがとう。あ、待って、なんかランキング変わっちゃった。読んでない人いるかな。あ、エリ読んでないっけ。11位、エリ、ありがとう。エリ、ありがとう。はい、ありがとう。お名前をお呼びできなかった方もたくさんのコメントやギフトありがとうございました。ではでは、そろそろバイバーイ。おやすみー。